久米慶一郎久米慶一郎から1934年7月27日は日本の洋画家である。歴史学者の久米国武を父に持つ。ブレハ島1891年佐賀城下、八幡康孝に生まれる。藤正蔵に洋画を学び、1886年には絵画修行の試し日でフランスに渡り、黒田清照と共にアカデミー・コラ・ロッシのラファエル・コランに学んだ。 1888年にはバルセロナに滞在し、万国博覧会の準備に携わりその1年後にパリへと帰った。また、1890年には、黒田、河北道スケラとバルビソン派の中心地となったフォンテーヌブローのグレー村を訪れ、ブルターニュのブレハ島も訪れている。黒田とは、信仰も深く、帰国後の1894年には共に、絵画指導のためが塾。 天津道場を開いた。1896年に黒田、岩村トールラと美術家の団体、白馬会を結成し、機関紙の交風や美術進歩での執筆活動を行う。1897年には東京美術学校教授となり、西洋画家でも更新の指導にあたり、制作活動からは退いている。1904年から東京高等。 商業学校教授を兼務し、同校不都合主任となる。また、講師を務めた黒田と共に、一橋の親とい外国人の子であった、ポール・ジャクレイに、デッサンや油絵を教えた。1922年から、帝国美術院漢字。画風は成功でありつつ、印象派のピサロや、シスレイラの影響を受けた明るい外交表現が、取り入れられていると評されている。ありがとうございます。